株式会社大阪メトロサービスは大阪市高速電気機動の子会社である。2006年11月29日に設立され、財団法人大阪市交通局協力会から事業を譲り受け2007年1月16日に事業を開始した。2012年4月1日に株式会社交通サービスと合併し、地下鉄部門唯一の外閣団体として経営していた。 2018年4月1日より大阪市交通局の地下鉄部門を承継した大阪メトロのグループ会社となった。有志日のサブスタかつては大阪市営地下鉄各駅構内の売店であるサブスタと L サブスタを運営していたが2012年7月31日付で大阪市交通局との業務委託契約が終了したことで全店が閉鎖された。その後、 一部の店舗については、同年9月より、ポプラとファミリーマートとのエリアフランチャイズ契約を結び、先ブランドの各店への転換が行われたが、2017年3月までの契約満了をもって、双方のブランドとの契約更新は行わず、フランチャイズ解消となり、2016年11月30日に、新たに全店舗がローソンのフランチャイズになることが決まり、 2017年3月現在、一部の店舗では改装工事が行われ、2017年3月28日の4店舗から順次開店させ、同年8月上旬までに44店舗を改装開店する予定。これらの店舗は、ローソンエスアスロのブランドで展開する。大阪メトロ及び京都市交通局からそれぞれ指定を受け、次のピタッパカードを取り扱っている。 大阪メトロ指定広告代理店として広告事業を行っているが、2021年4月1日から大阪メトロアドエラに分離、独立する。ありがとうございます。